バファローズとのホーム6連戦。打順を大きく変更したホークスは初回からその采配が的中します。まずは2番柳田がヒットでチャンスメイク。すると打席には今シーズン初めて3番に入った中村晃。工藤采配ズバリ、中村晃の18試合ぶりのホームランで先制します。その後バファローズに逆転を許しますが、チャンスで主砲がまたもや驚愕の一発。なんと右手一本で放たれた打球が14号の逆転スリーランホームラン。これで打率ホームランのリーグ2冠、鷹のスーパースターに超最高だ。超人ギータが5打点の活躍を見せたホークス連勝です。2年ぶり6度目の月間 MVP に輝いた柳田選手、安打数など7部門でリーグトップの成績を残す文句なしの受賞です。お客さんが 入った試合のサヨナラホームランが一番記憶にはありますけど、はい、さらに今後のリーグ戦のポイントを聞かれると、いやもうとにかくステイホームで、はい、それが一番大事だと思います。